イギリス連邦、イギリス連邦、イギリス連邦、救命は、かつてのイギリス帝国、大英帝国がその前身となって発足し、主にイギリスとその植民地であった独立の主権国家からなる緩やかな国家連合、集合体である英連邦とも言う。実態は民族の共通の利益の中で、また国際的な理解と世界平和の促進の中で協議し、 協力する自発的な独立の主権国の組織であるコモンウェルス原則の宣言全文と再定義され、緩やかな独立主権国家の連合となった一国の国家形態としての連邦国家ではなく、また構成国各国は必ずしも同訓連合の関係にあるとも限らない。元々の名称はブリティッシュコモンウェルスであった。これは日本語でイギリス連邦と訳しうるため、 現在でもこのように呼ぶことが多いが、1949年以降はコモンウェルス・オブ・ネーションズが正式名称となっており、直訳するならば諸国連邦となる。イギリスなどにおいて定冠詞付きでコモンウェルスというと、一般的にはこのイギリス連邦を指すことが多い。連邦というが、連邦国家ないし連合国家ではなく、中央政府を有しない国家連合である。 類似する国際組織としては、フランコフォーニー国際機関、ポルトガル語諸国共同体、オランダ語連合、独立国家共同体がある。イギリス国王を自国の国王にいただく人的同訓連合である英連邦王国も加盟国に含まれるが、独自の君主や大統領を元首にいただく国家も多数存在し、皇術、旧イギリス帝国に由来する連合としては、 最も広範かつ緩やかなものである。しかし、1971年に締結された、UK、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポール5カ国間の A 連邦5カ国条約に見られるように A 連邦構成国間で緊密な防衛協力が行われているのも現実であり、その結束力には無視できないものがある。19世紀には、 世界最大の帝国として羽を唱えていたイギリス帝国は20世紀に入るとアメリカ合衆国やドイツの追い上げによって国力の優位は次第に小さなものとなっていった。こうした中19世紀後半以降イギリス本国は世界各地の入植型植民地の権限を強化していき特に白人が人口の多くを占める植民地に自治権を与え自治を、 ドミニオンとするようになっていった。1867年、英領北アメリカ法によって3つのイギリス北米、植民地が連邦を組み、カナダとしてドミニオン化したのを皮切りに、1901年にはオーストラリア大陸の6植民地が連邦化して、オーストラリア連邦が成立し、1907年にはニュージーランドとニューファンドランドが、1910年には 南アフリカの4植民地が合同して連邦し、南アフリカ連邦が成立した。これらの自治領とイギリスとの間には1887年から協議期間として植民地会議が開催されていたが、1907年にはこれは帝国会議と解消され、帝国会議に出席できる自治領は植民地、コロニーではなくドミニオン、ドミニオンと呼称するようになった。 この動きの中で、1911年には、オーストラリアとカナダが独自の海軍創設認められるなど、自治領諸国は自立の動きを強めていった。こうした動きは、第一次世界大戦において、より強まった。この大戦には、すべてのドミニオン、植民地が参戦したが、オーストラリアで1916年に、徴兵制導入が拒否されたり、 ボーア戦争以来繁栄感情のくすぶる南アフリカにおいては1914年にボーア人によるマリッツ反乱が起きるなど核ドミニオンにおいてイギリスからの自立を目指す動きが活発化したこの動きが最も激しかったのはイギリス本国に組み込まれていたアイルランドであり1919 19年にはついにアイルランド独立戦争が勃発し1921年には アイルランド自由国としてドミニオンの地を獲得した。こうした中、各植民地の協力を得るために、イギリス本国はさらに融和的な姿勢を取るようになり、1917年には各ドミニオンの代表が参加した帝国戦時内閣が開催された。第一次世界大戦の講和条約であるベルサイユ条約が1919 19年に締結された際には各ドミニオンの代表は、 出席を許され、国際連盟の委任統治領として、オーストラリアがニューギニアを、南アフリカが南西アフリカを、ニュージーランドが西サモアをそれぞれ本国とは別に獲得し、連盟にもそれぞれ加盟を許された。こうして、角ドミニオンはすでに実質的には独立国と変わりないものとなっていった。第一次世界大戦後、イギリスの国力隊長が鮮明となると、 帝国の支配体制は揺らぎ始め、それに伴い各ドミニオンはさらに独立傾向を強めていき、1926年の帝国会議では、特に繁栄感情に強かったアイルランド自由国とアフリカーナ主体の南アフリカ連邦がついに帝国離脱を要求。これを受けて、イギリス本国と各ドミニオンとが対等であるとするバルフォア報告書が作成され、 これを土台とした新しい帝国のあり方を規定する検証が制定されることとなった。こうして制定されたのがウェストミンスター検証である。1931年、イギリス議会におけるウェストミンスター検証において、イギリス国王に対する共通の忠誠によって結ばれた、それぞれが主権を持つ対等な独立国家の自由な連合体と定義され、イギリス。 アイルランド自由国、後に脱退、カナダ、ニューファンドランド、後に、カナダの一州となる、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ連邦をメンバーとして発足した。この時点では、旧来のドミニオンの連合に過ぎず、白人自治領の連合体としての性格を持っていた。また、この時点においては、旧来のイギリス帝国は未だ存続しており、帝国と連邦が並存する体制をとっていた。 成立期のイギリス連邦はブロック経済としての側面を強める傾向にあった。1929年に始まった世界恐慌はイギリス連邦にも甚大な被害をもたらしており、こうした中でイギリスは従来取っていた自由貿易主義を放棄し、他国からの輸入に関税をかけた一方で、イギリス連邦内においては百三十二年のオタワ協定において相互に関税率を引き下げ、 連邦内の貿易を促進する政策を取った。この関税は帝国特権関税と呼ばれ、これによってポンド圏、スターリングブロックが成立した。ただし、経済的にアメリカと非常に強い関係にあったカナダはこのブロックには加入していなかった。逆に、イギリスと非常に強い経済関係にあったアルゼンチンはこのブロックに加入するなど、イギリス連邦とスターリングブロックの範囲は、 完全に一致していたわけではない。この帝国特権完全及びスターリングブロックは第二次世界大戦中に崩壊し、以後イギリス連邦が経済ブロック化することはなかった。第二次世界大戦後、1947年にインド及びパキスタンが独立したことで白人連合としての性格が消滅した。さらにこの独立の際にインドは近日中に 制定される予定の憲法において、共和制を取る行を表明し、なおかつその後もイギリス連邦に留まることを希望した。この要望は受け入れられ、1950年にインドが共和制を取った際、連邦へのインドの残留を認めたために、以後、イギリス国王に対する共通の中誠は、連合体の必要条件から除外されることとなり、同訓連合以外の国家も、 連邦参加が可能となった。こうして、同君連合である英連邦王国とイギリス連邦とが制度的に分離した。これにより、政治体制に関わらず、イギリスから新たに独立した国家がイギリス連邦に留まることが可能になり、以後の拡大をもたらすこととなった。一方で、百四十九年には、従来の加盟国の中で最も繁栄的だったアイルランドが完全に、 連邦から脱退した。イギリスの国力の衰退は続き、1940年代から1950年代には、アジア諸国が次々とイギリスから独立した。1956年に起きたスエズドーランにおいて、エジプトに軍事介入したイギリスの行動は、連邦内にいてもほとんど支持を得ることができず、さらに世界各国の包囲網によって、 軍事介入自体が失敗に終わった。これにより、イギリスの軍事的維新は失墜し、脱植民地化の流れは、とどめようのないものとなっていった。イギリスも植民地を独立させた上で、連邦内にとどめて影響力を維持する戦略へと転換し、1960年代には、アフリカ諸国が次々とイギリスから独立した。こうした、新独立国のほとんどは、 イギリス連邦にとどまった。一方で、1961年には創設時からの加盟国であった南アフリカ共和国が脱退した。南アフリカは1961年に国民投票を行って、英連邦王国から共和制を取ることとなったが、共和制でも加盟はできるため、南アフリカ政府は当初は脱退する意向は持っていなかった。 しかし今や有色人種国家が多数を占める連邦内において南アフリカのアパルトヘイト政策への批判が出し、これで態度を降下させた南アフリカが脱退を通告した。こうした流れは1964年に起きたローデシア問題においてより一層明確なものとなった。1923年以降後半な自治権を持っていた南ローデシアは、 イギリス連邦の準加盟国に近い立場にあったが、その後ろ身であるローデシアにイアサランド連邦が1963年に解体し、そこから独立したマラウイとザンビアが連邦に加盟すると、未だ人種差別主義を取る南ローデシアの完全独立及び加盟が焦点となった。連邦加盟国のほとんどは南ローデシアに対し強硬な姿勢をとり、人種差別が撤廃されない限り独立及び、 連邦加盟を認めない立場を取ったため、創主国であるイギリスもこれを考慮せざるを得ななった。これに南ローデシア政府は反発し、1965年にはローデシア共和国として一方的に独立を宣言した。この対立は1980年にローデシアが崩壊し、黒人国家であるジンバベ共和国が連邦に命するまで続いた。こうした流れの中で、 イギリス本国もイギリス連邦よりも統一化の進むヨーロッパ大陸を施行するようになり、1961年には保守党のハロールド・マクミラン政権の下で欧州経済共同体 EEG 名を申請した。この申請はフランスのシャルルド・ゴールに拒否されて実現しなかったものの、結局1973年にエドワード・ヒース政権の下で EEG 加盟は実現し、 イギリスは完全にイギリス連邦からヨーロッパへと重心を移すこととなった。イギリス連邦成立時、連邦に関する事務は1926年に植民地省から分離独立したイギリス政府内の自治領省が担っていた。自治領省は1947年にコモンウェルス省に改名され、その後も連邦の事務を担っていたが、 英両植民地の急速な独立とそれによる加盟国の急増によって連邦内のイギリスの地位は低下しガーナのクワメ・エンクルマなどによってイギリス政府からの国事務の独立が要求されることになったこうして1965年にはイギリス連邦の独立事務局が創設されイギリス連邦はイギリス政府から独立した機構となったさらにそれまでロンドンにおいて行われていた 英連邦首脳会議が1966年にはナイジェリアのラゴスにおいて開催された。1971年には英連邦首相会議はシンガポールで行われ、これ以降会議はイギリス本国での開催から加盟国間における持ち回りでの開催となった。1971年に発せられたシンガポール宣言においてイギリス連邦は民族の共通の利益の中で また国際的な理解と世界平和の促進の中で協議し協力する自発的な独立の主権国の組織であるモンウェルス原則の宣言全文と再定義され緩やかな独立主権国家の連合となった連邦国家ではない。1970年代から1980年代には残されたイギリス植民地のほとんどが独立し、かつての帝国のほとんどは連邦化が完了した。 1994年にはアパルトヘイトを撤廃した南アフリカが再加盟を認められた。また、この時期までイギリス連邦の加盟国はすべて旧イギリス領、または旧ミニオン諸国領に限られていたが、1995年には旧英領以外の初めての加盟国としてモザンビーク、旧ポルトガル領の加盟が承認され、イギリス連邦は 旧英領以外にも加盟国の範囲を広げることになった。さらに、ルワンダ紛争による新政権樹立を経て、親、フランスから新英米へと外交方針を転換したルワンダ、旧ドイツ帝国領ベルギー人、新択統治領が2009年に加盟した。この前年にルワンダは、ルワンダ語やフランス語に加えて新たに英語を公用語としている。イギリス連邦は独立した。 事務局及び各種機関を備えており、それらの多くはロンドンのマールボロハウスに置かれている。加盟国同士では通常の国大国のように特命全権大使を交換せず、高等弁務官を外交施設長として大使館の代わりに高等弁務官事務所を置いている。これは大使が国家元首の代理及びその大使の駐在先を大使館として呼ぶことが 各国の国家元首が同一人物たる同訓連合にあたる諸国間では不適当であったためだが加盟国の中でイギリス国王を君主、元首としなくなった国においても伝統的にこの名称が使われている。イギリスは加盟国国民に国政及び地方選挙における選挙権及び非選挙権を認めている。また加盟国国民には車掌発給、免除や ワーキングホリデーに関する優遇措置がある。さらに、自国の在外交換が置かれていない A 連邦外の国においてイギリスの在外交換による援護を受けることができる。これらの特典は、と称される。ただし、連邦市民権は、語形的なものではなく、加盟国国民に対する待遇は加盟国によって、まちまちである。加盟国の政府の長、首相、または、 大統領は2年に一度、西暦の奇数年に会議を行う。開催地は1971年以降、加盟各国による持ち回りとなっている。前身は以下の通り、加盟国には国家元首として独自の大統領や君主を置く国と、イギリス国王、現在は女王エリザベス二世を元首たる国王とする国、英連邦王国とがある。後者では、 国王から任命された総督が国王の役割を代行しているが、現代では総督は実質的には首相による指名制とする場合が多い。カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどがこの事例に含まれる詳細は現在の英連邦王国を参照。モザンビーク、旧ポルトガル領、公用語はポルトガル語を除くほとんどの国では英語公用語が それに準じる言語としている。ルワンダはベルギー統治時代以降、ベルギーの主要公用語であったフランス語を第二公用語としてきたが、新仏及び旧フランス植民地的な政府が打倒された、ルワンダ紛争後は英語が公用語に追加された。イギリスの旧植民地や英連邦加盟国は、統治時代に英語教育と共に導入されたイングランド式の 教育制度を独立後もそのまま引き継いだり、一部を変更して継続する国が多い。資格制度においても、イギリスの制度設計が導入されていることが多い。このため、イギリスへの留学時に優遇される措置や、本国での資格を有していれば、イギリスで同じ資格を取得する際に、試験の一部が免除されるなどの共通化制度がある。イングランドに習い、コモンロー。 英米法を導入した国が多い。ただし、コモンローは土着の観光を柱とする法体系でもあるため、それ以前から大陸法が根付いていた地域、南アフリカ共和などでは、大陸法内し大陸法的な要素が取り入れられている。ウェストミンスターシステムを採用する国も多いが、これにもナイジェリアのような例外もある。人権尊重と法の支配が求められ、 これらに対して重大な侵害があるという理由で資格停止とされる国もある。世界的には右側通行が多くを占めているが、英連邦やイギリスの影響が強い国では左側通行が大半を占める。それ以外では日本やタイ、インドネシアなど。また2階建てバスの運行さらにイギリス本国との航空便数が多かったり。 ブラックキャリアの唯一の長距離国際線がロンドンと首都を結ぶ便でことであることも多いロイヤルブルネー航空やビーンバングラデシュ航空など加盟国や旧加盟国ではイギリス本国の影響で食文化では紅茶を飲む習慣などもともと現地にはなかった文化や風習が導入され定着しているまたイギリス英語が定着している国がほとんどであるスポーツでは ラグビーやクリケット、ポロやモータースポーツなどが盛んな国が多い。1930年以降、4年に1回、コモンウェルスゲームズと呼ばれる加盟国によるスポーツ大会も行われている。国名の表記は国の一覧と同じ。括弧内は突起なき限り、加盟年。現在の加盟国数はイギリスを含め53カ国。太字はエ連邦ンポ王国。 イエメン、パレスチナ自治政府、イスラエル自治領ヨルダン火星岩及びガザ地帯、南スーダンなどの国や地域が加盟を要望している。また、2000年代初頭の時点ではルワンダ、旧ベルギー領も加盟を要望していた2009年に正式加盟。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。